この辺歩いてる時にピコンピコンって言ってたよね。これ違う？ダメだな。あー、ここまで戻された。俺なんで行けたんだろう。なんか目印かなんかあんのかな。だいぶ適当で行けちゃったんだよな。なんだろう、どっかでここの本当は攻略の仕方を教えてくれる人でもいるのかな。よく行けたな。どうやって行ったかすら覚えてないよ。音楽とか音とかさ、もしくは誘導する光かなんかあった。違う。よし、もう迷いの森はゴリゴリだよ。帰ろ帰ろ。ここからちょっとここ目指そう。大妖精さんもいるかな。雨降ってる。雨はやだな。割と寒いし。はまったー。どう？またロードしよう。これは消そう。でここもライネルさんのとこだから消そう。絶対この辺にもう一個ぐらいあるよね。ここ行くのはデスマウンテンの頂上から降りた方が楽な可能性はあるね。まあ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 、一応ここから行こうっていうよりもやっぱこっちの方が楽だわ。デスマウンテンの頂上から降りよう。暑いね、間違いなく暑いね。燃えてる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 。まだ燃えてる。ふう。で立っては、マスターソードなら大丈夫だな。よし。さあ。ただね、直線距離で行こうとすると怒られるからね、ちょっと横から回らないと。近寄るのはやめようって言われるんだよ。分かってるよ。戻すのやめて。しゃあない、逆から回ろう。もうめんどくせえな。知ってるよ。ダメだ、ダメなのは知ってるから。あそこの渦巻き行く方が近いね、こうやって見ると。よっよっよっ。
さて、もうこっちの奥側から行くにはここからが早いね。めちゃくちゃここも行ってないところが多いんだよ。でも明らかに怪しいのここなんだって。ドイブラン遺跡、とりあえずここに行きたい。初志貫徹。なんでわざわざ逆回りしてこなきゃいけねえんだよ。よし、来た来た。あーって。ここからさ、見えてるこっちの大地はいけない大地だよね。画面端？いや、いけるか。わざわざ逆から一周してきたよ、ほんと。勘弁してくださいよ。まあ上から行こう、上から。ふぅ。よしよし。オッケーオッケー。で、あれが桜見えてる、ここが迷いの森で。その奥、こっち行きましょう。でもすごい距離だわ。雪山から走った方が良かったかもしれない。大丈夫？スタミナ。あんま大丈夫でもない。あんま大丈夫じゃないね。しかも言うほどね、ゴロン族の村から距離変わらないという事実。ダメだこれ。そんなデスマウンテンの頂上からするほどでもなかった。よし。金稼ぎのためにマグロックさん倒してから向かおうか。問題は、燃えるように熱いというところだけど、ダメージ食らいながら無理やり倒そうぜ。もしかしてだけどさ、こんだけゲージを貯めた上に炎を使えばダメージを食らわないんじゃないのかなというのを期待して、これね、これできっとダメージは食らわないはず。希望的観測。ハンマー、ハンマー。ちょっと遠い。まあヒットポイントに物言わせて倒そうぜ。いつも通りだよ。よしよし、これが動き出すんだよ。来いよ。あれ？ここじゃないか。マップ見たらちゃんと別だ。あーっていうかいろいろあるじゃん。金稼ぎ。
概念はいらない。琥珀とかでいいから。ご飯や。あ、あったあった。これだ。背中だったっけ？これ上だったっけ？上だったような気がするな。そう、やっぱダメージになるか。おら、おら。よし、最高。力押し最高。やっぱこれが一番早い。ただルビーまみれだな。あとオパールがいっぱい。サファイアが欲しいんだよな。ここじゃないかな。寒冷地帯の岩ロックさんで夜光石、うん、さあ美味しくもらったところで、ドイブラン遺跡にレッツゴー。角度的にはこの角度、上からかな。よっち。オッケー。さびれてんな、ここ。ここで一回降りようかな。ここか？温泉みたいになってるけど。高さキープしながら行きたいけど、ちょっとそこは行けないか。降りたとこだよね、もう。うん、ここでもういっぺん降りようか。敵の拠点。すげえ滑った。すげえ滑るよ。鉱石見えてるけど下に降りたくない。さあで、ここで、なんか景色が悪すぎてわけわからん。うん、でもそうみたいだね。この奥があの迷路のとこだな。やはりこの下だね。ほら、ほら欲しいな。わざわざ走ってきたくないぞ、こんなとこまで。Wi-Fi 入らないっすか？暗いって。う、真っ暗真っ暗真っ暗、何え、うわ、そなたに試練を与え、いや真っ暗だけど、こいつ脳内に直接、暗黒に包まれたこの遺跡に隠された祠を見つけよう。いや本当真っ暗なんですけど、一応地図は見えてんだよ。どこだろう。今ここ、今ここに降りようとしてる。これ水？それすらわからない。ここ？ここ？え？おっと。暗黒すぎる。
あ、ファイアロッドだ。ラッキー。これでちょっといいべ。明るい。なるほど。火打ち石でまずつけろってことだ。火打ち石を。火打ち石。普段使わないとどこにあるかわからんぞ。あった。手に持っておいて、で金属系の武器でぶったたく。松明。ふう。こういうことか。まさしく暗黒。敵もちゃんと出るしね。焼いた方が早いんじゃないこれ。草を。ほら。ほら、明るくなったろ？あんま明るくならんな。火つかねえ。もっと燃やそうぜ。これから毎日草を焼こうぜ。戻ってきちゃったか。まさか登るだけで消えるとは。とにかくね、一つずつここを向かってみるか。目的見つけないとね、ちょっと無理だわ。オートセーブ入った。あとね、下手に登るところ行くと火が消えるんだよ。燃えねえな。あ、なんかあった。ここに丸いのを持ってくる。え、かがり火、かがり火。なんかいる。爆弾よって撃つのでいいか。いたいた。ヒノックスかい。何かと思った。あ、なんでダメージ出ねえんだって思ったら、そら出ないわ。金玉の位置にある。ニョックス弱いんだよね、めちゃくちゃ。しかも燃えてるし、こいつ。え？凄まじいダメージを食らったぞ。騎士の剣。あ、焼きマックスバス、焼き鯉。こいつほんと魚すぎだな。騎士の弓と騎士の剣は欲しいな。松明もいる。王家の剣、王家の剣あるからいいか。てかまあ、さそうだるしいいか。松明を残しとく方がいい気がする。で、今丸いボールもらったよね。ボールは？ボールどこ行った？あった。で、これを入れたことにより、ほこらが出てきたってことか。埋まってたのかよ。それは見つかんねえわ。にゃ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 、地下。あれ、もうクリアしちゃったよ。実は意外に大したことなかったね。暗闇の中でヒクノックを倒すだけだな、これ。単純に暗いのが嫌だ。
明るくしていこう、明るく。雨降ったら全部消えちゃうのかな。いや明るいって素晴らしいね。これから毎日家を焼こうぜ。なんでこんな暗いんだろう、びっくりするわ。はっ、暗。はい、というわけで場所はここです。正解はここです。もういらねえや。はい、ここにありました。ちょうどど真ん中ぐらいだったね。きっと、わわーい。暗い。視界ってほんと大事。ほこら、起動します。これあれじゃない？入るまでが試練のタイプじゃない？暗いわ、ほんと暗いわ。見つけるのが試練じゃないかな、これ。はーい。ですよね。はあ、大したもんじゃねえ。よくぞこの方からまでたどり着きましたな。あなた様こそ迷うことなき勇者。今こそ女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。いただきましょう。我が役目は終わる。じゃあゆっくり休んでください。